皆さんこんにちは。中学3年のアドミッションスタッフです。これから各文化部より部活動紹介を行います。はじめは華道部です。こんにちは、華道部です。華道部は毎週金曜日に D 校舎1階で活動しています。私たちは毎回その季節に合った草花を自分らしく工夫して生けています。またクリスマスやバレンタインデーなどにはフラワーアレンジメントをすることがあります。先生方は本当に優しく、わからないところがあればとても丁寧に教えてくれます。毎回楽しく活動しています。華道部をよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんと一緒に活動できる日を楽しみにしています。中学手芸部でした。イラスト部の紹介を始めます。活動場所は D 校舎3階 D31 教室。活動曜日は月曜日と金曜日の週2回です。活動内容は4月から10月まで文化祭準備、11月から2月まで部主作成、3月は新入生歓迎号の作成となっています。おすすめポイントは、部員が和気あいあいと活動していて雰囲気がいいこと、コピックやトーンといったプロも使用している本格的な画材を使えることです。こちらはトーンを使ったモノクロイラスト、そしてコピックを使ったカラーイラストです。今写っているものは過去に作成した部紙です。また文化祭では塗り絵体験を行っています。こちらはしおりにしてプレゼントいたします。ご視聴ありがとうございました。 Hey everyone, are you ready? Yes! Okay, so what's this word? 1, 2, 3 Yes! Hi everyone! We are in the English club! 私たちは水曜日と金曜日の週に1回イングリッシュルームで活動しています。オーストラリア、アメリカ、シンガポールのネイティブの先生方とゲームをして遊んでいます。洋楽を聴いたり、毎日楽しいアクティビティをエンジョイしています。またハロウィンやクリスマスなどにみんなでパーティーをしています。 Please come and join us! イエーイ。せーの、こんにちは。中学合唱部です。私たちは月、水、木、土の週に4日中学音楽室で言葉を大切に、心を一つに、笑顔でをモットーに日々練習しています。コンクールでは私たちの好きな曲 J-POP、 ジブリ、ディズニーの曲などを歌ったり、コンクールでは課題曲と自由曲を歌っています。未経験の人でも大丈夫です。ぜひ来てください。こんにちは、理科部です。私たちは木曜日と土曜日の週2回活動しています。活動場所は C 校舎2階の第一理科室です。活動内容はスライムやスノードームを作ったり、カルメ焼きなど自分たちのしたい実験をしています。オープンキャンパスなどがあった時にはぜひ来てみてください。
こんにちは。中学ブラスバンド部です。部長の平あかりと副部長の矢田彩乃です。ブラスバンド部は楽器経験者でも初心者でも大歓迎です。少しでも興味がある人は部活動見学、楽器体験にぜひ来てください。待ってます。こんにちは。私たちは調理部です。 B 校舎の第二調理室で金曜日と土曜日の週2回活動をしています。また当番を決めて水曜日に買い出しにも行っています。主に水曜日に短時間で作れるもの、土曜日に少し凝ったものを作っています。最後にチョコクッキーを作っているところを見てください。以上、調理部でした。いかがでしたか？どの部活もとても楽しく活動しています。文化部は比較的活動日数が少なく、他に習い事をしている方には特におすすめです。生徒一同皆さんと一緒に活動できる日を楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。